私からのお題はこれです。朝起きてから初めにすることは何ですか？なんかその日によって違くない？うん、一緒かもしれない。みーやじゃ何？朝起きて、なんかさ、朝起きるとさ、なんかまだ眠たいっていうあるじゃん。まだ起きたけど眠いっていうあるじゃん、うん、だから朝寒いけどなんパッと起きるために冷たい水でバシャって変わって起きたりとか、一番初めにするかな。それからいろんなことするかな。私はね、すごい単純なんだけど、あれ、家族におはようっていう。でもよくないそれ、おはようって元気よく言うの？元気よく言わない、眠そうにおはようって。ちなみにその日の天気って気にならない？気になる。で、こう寝てたらカーテンがこうし合ってじゃん、バーって天気とか、こう窓ちょっと開けてね、ちょっとだけなの、でもちょっとだけ寒いと嫌だから、ちょっとだけ開けてこう手を出してこうね、気温っていうか、それぐらい寒いのかなとか思って、今日の着る洋服とか。でもてかさ、みんなさ、ごめんね、みんなちゃんと起きれる？朝起きれない。でも起きれない起きれない。いやって言って、はい、もう起きますって言って起きるじゃん。でもまたなんかお母さんが違うとか行くと寝てて、もう一回起こされる。本当にもう眠い時はお母さんに、ママ起きなって言われて、あと1分とか言って、もう1分経ったよ、あと15分とか言って寝ちゃう。そう、うちはなんかもうギリギリになんないと起きないみたいな。そう、ほんとギリギリだよね、あとさ、毛布とかパッて、なんていうの、寒いよね、寒いって言ってまた、ね、自分からこうやってかけちゃう。わかる。うち、寝相っていうの悪いからさ、お布団さ、朝起きてかけてないのが、わかる、足でかけてたみたいで。私もある。だから朝起きて寒いと思って、もこうやって一生懸命やって、またかぶって寝ちゃうんだけど、もうまっすぐ寝てても大体は横なんだけど、昼時は逆さまになってるよ。逆さま、こうやって。夜さ、最初寝る時にお布団入ったら、お布団冷たいじゃん、で、早く温まないかなって思って、で、朝起きるとちょうどいい温度になってるっていうかね。冬とか特に中が、もうこれは出たくないみたいな。もう初め冷たいから、誰かの布団に入らせてもらう、お母さんとかに入れてって言ってあげる。はい、みんな真剣に語り合ったね。大人になったらこの DVD を見たいと思います。みんな今日どうだった？みんなの なんていうんだ、何考えてるんだろうっていうのが少し分かって、よかったと思う。みんなの答え聞いて、あれもやってみたいなとか、そういうまたやってみたいことが増えたかな。なんかいろんなことが分かったよね。